スベシュタリのトラキア人の墳墓は、ブルガリア北東部に残る古代の墓地。ブルガリアのラズグラト州イスペニフ市スベシュタリ村の南西 2.5km、ラズグラト市の北東 42km に位置する。1982年に小さい丘から発見された墓地で、紀元前3世紀に遡る。当時のトラキア人の宗教建築の基本的な構造原理を伝えてくれる意向である。 建築上の装飾では多彩式の半人半植物魚人像の柱と彩色された壁画とが非常にユニークなものとして目を引く。十体の魚人像中は中央の原質の壁に浮き彫りの形で彫り込まれたもので、それに被さる丸天井には半円壁画の装飾が施されている。こうした例はトラキア地方ではこれまでには他に見つかっていない。この墓地は 古代の地理学者が言うところのヘレニズム世界やヒュペルボレオスの世界に出会ったトラキアの一種族下大人の文化を伝える貴重な霊障である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。